マルタママ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 マってと見せかけて祭りでありがとうございます。待たない、時間は待ってくれないよ。そう、昼間でもないけど、今日 TikTok のなんか毎日のリレー配信の企画があって、それの担当だったんで16時ぐらいから配信してたんですよ。なんかね、 TikTok の2期の公式の TikTok のフォロワーさんが何万人だっけな、1万人いったらしくて、結構リリーベとかの配信をしてたのを多くの人に見てもらえてたみたいで、なんか多分そういうのもあって始まった企画だったんですけど、だからね、半分ぐらい英語で話してたんですよ。ちょっとすごくない？別にあの何も話せてなかったけど、 Hello, hello I don't know why you say goodbye I say hello。 みんちゃんラブありがとうございます。ラブリー、ラビッチュラビッチュ。でもあのだから英語で話してたんだけどさ、あのコメントしてくれるのがさ、いつもの2期のファンの方でさ、もうめっちゃジャパンなの、めっちゃジャパンだけど一人イングリッシュマフィンで訴えかけるアミタニクライングリッシュ、コウ様に投げキス、ねえねえダーリン。シャンプーの詰め替えをしてる、シャンプーの詰め替えをしながらコメントするのは上級者だ。シャンプーの詰め替え楽しいよね。リリーベ配信はいろんな国の人に、自習自習ごめん得意ですから。あいたの英語はなんとかノーという助詞が入ります。でも伝わるよね。はーい、I am Nikura Ami. Call me Amita. Amita っていうのはニックネームだよって。日本語でコメントしてるけど英語機、いやーなんかわざわざありがたいですよね。私も訴えかけます。イングリッシュです。イングリッシュ。I speak.English no good でもファイティングだよっていう話をしてました。でもファイティング、ベストを尽くす、ベストファイティング、 I am best っていう感じでしたねえ。英語喋れるときっと便利だろうねっていつも言ってる。何のシャンプー？わかんないシャンプーとかさ、なんかもっと気にしないといけないんだろうけどさ、なんかあのあんま気にしてないんですよ。でもこの前母ちゃんがシャンプー買ってきてって言ったの。だからね、一番良さそうなシャンプー買ってきた。あの1個1本いくらだっけな、忘れちゃったけど、私なんかその物をさ買うときにめっちゃ値段で見ちゃうんですよ。なんかその高いかコスパがいいのもあるじゃないですか。でも高ければ間違いないと思ってなんかそこの売り場に売ってる中でちょっとあの相場よりも高そうなやつを買ってきたっていう話。最近さ、ファンデーションがなくなっちゃってさ、キャンメイクの1000円ぐらいのファンデーションをいつも使ってるんですけど、もうあの買い替えるのめんどくさいから、もうなんか1万円ぐらいのさ、なんか買っちゃってさ、なんかその多分1000円って多分化粧品で言うと私それしか買ったことないか分かんないけど、ちょっとお手頃、 お手軽なんですよ。だからその分なくなるのも早くて、なんかもうめっちゃちょっといつもより高めの買ってさ、あれしようぜとか言ってお店見てて、結局買ったのはキャンメイクでした。
やっぱねコスパ最強ですよ。じゃあ、あの別にリッチなわけじゃないんですよ私。だけどお金遣いが荒いからもう最悪崩壊です、この私のなんていうの、市場は崩壊してます。良くないんですよね本当に。でもいつものね1000円のにしたんですよ。でもさっき落としちゃった落としたけど無事でした、割と新しいです。もう1000円カット、もうしばらく髪カットしてないんですよ。カットしたいんですけど、もうカットしに行くのもさ大変じゃないの、躊躇してしまう。神さん、お小判ありがとうございます。ナム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 アイアムベストって、私はギリスっていうの、ベストベストを尽くしたいって、ベストベストベスト頑張ってる感がよくでした。なんかね、一人でもね伝わればねと思って。いつおさんお疲れ様です、母ちゃんは母ちゃんを着てます。お金遣い荒いイメージないのでしょう私多分喋れば喋るほどボロが出るタイプです。あの普段は喋らないからすごい落ち着いてるように、第一印象だけね落ち着いてるように見られがちなんだけど、本当に喋れば喋るほどそのボロが出ると思う。もうボロ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 ねーぜって感じ。ボロが出てボロ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 。黙ってれば、あ、そりゃ黙ってればおとなしく見えるか。こんばんは。ガチャガチャとか金遣い、ダメだよ、荒いもん、金遣い荒いイメージがでもどうにかしなきゃなってどこかで思う気持ちあるんだけど、私を止める術はない。3期だけで会話してる、あ、この前3期会やったんですよ。なんかこの前もう一回同じこと言おうとしてる私も。でも3期会やったんですよあ、爪がね、ニーナちゃんに、いやダメだ、ちゃんと順序を、物事を順序を立てて話さないとダメね。まず伝えたいことはこの前3期会をやりましたよっていうことね。でなんかニーナちゃんの家に収集していただいたんですよ、お招きしていただいて、あのお邪魔しますジャージで来ていいよって言われてさ、私ガチでジャージで行こうか迷ったんだけどさ、ちゃんと服着ていきました。結局その日は服着てたんだけど、でも実はこっそりバッグの中にジャージ一式持ってたのは内緒の話ね好きならばジャージで人の家で過ごそうとしてないよでな、秘密の話。お邪魔しますって言ったらね、まず犬のマシュさんに会いました。マシュさんとヒテンさん、猫飼ってるんですけど可愛かったよ。私動物好きなんだ。可愛かった。いいやちゃんの泊まってないよ。一日遊びに行った。でウーバーイーツ頼んで、ニーナちゃんのお父さんがすごく張り切ってたみたいで、あのいらっしゃらなかったんですけど、その時はそのニーナちゃんパパがもう好きなもん頼んでいいよっつってごちそうになりました。チキン、ニャンニョムチキンとなんか粉のついたチキンだったんですけど美味しかったよ。チキン食べて爪をやってもらって、キラキラでしょ、爪やってもらって、みんなで動画見ながら喋ってたらいつの間にかめっちゃ夜になっちゃって、あのお母様とお父様が帰宅されて、ちょっとねご挨拶させていただいたんですけど、3期会やったの。僕に嫌われちゃってもそのせいそのせいのせいこうせい
お土産持ってったよ。びっくりした。なんか1時とかに集まったんですけど19時とかなってて、あれ？ご飯食べていくとか聞いてくださって、え？今何時？って、あら、びっくりドンキーだって、びっくりしちゃった。その爪なんかね、取れにくいやつ。私だってね、今日が木曜日だから3日くらい前にあれしてもらったけど、アットジャムとかまで全然持つよって、まだ持ってます。でも あんまお風呂とか浸かりすぎると剥がれやすいっていうから、長風呂せずに出ようと思う。あやったか、このあやたかは今日買いました。でもなんかペリーってなんていうの、除光液がなくても取れるっていう、すごくすごくベリベリ便利。楽しかったですよ3機会。なんかその予定がさ空いてる日って、私普段あんまそういう使い方ができないんですよ。どこかに計画的に行ったりとかできないから、なんか久しぶりにこう休みの日に予定立てて、でもすごい気楽でした。荷物とか家から持っていく時もいつもだったら忘れ物ないかなってめっちゃ心配でさ、すごいドキドキしながら家出るんだけど、もう忘れ物も何にもないじゃん。もうすごいね、なんか不思議な気持ちだった。外出た時に、あら、こんな身軽なの久々だわ。びっくりドンキーよ、ほんとに。第2回はニクラッケ島崎、どうしよう。ニクラッケ無理だって。私人を家に呼んだ思い出がめっちゃ昔なんだよね。小学生、中学生あった気がするんだけど、気のせいかな。高校はもう絶対誰も呼んでないです。中学校の時はあったかもしれない。第2回はアニタ家。アニタ私どこに住んでんのかも知らないんだよね。なんかさ、そのうちお兄ちゃんが一人 いるんですけど、その引っ越しした時とか、なんかちょこちょこうちのお母さんとかはなんか家に行ってるらしいんですけど、私その日付がさ、お兄ちゃんの休みと私の休みって絶対に合わないからさ、一回もお兄ちゃん家行ったことないし、お兄ちゃんがうち帰ってきてる時も会わないし、なんかお兄ちゃんがどこにいるのか私知らないんだよね。だから本当にどっかいるのっていうレベルで会わないの、入れ違いで。まあそれはそうだよね、お兄ちゃん働いてるからさ。本当に会わない、顔も見てないですよ。まあ、そりゃそうだ、会わないのに顔を見ることはなかろうが。でもお兄ちゃんが引っ越す前もそんな感じでした。うちと私とお兄ちゃんの仲はそんなに仲悪いわけじゃなかったんだけど、仲良くはなかったのよ。どっちも喋んないからね。でもたまに LINE 来ますよ。なんかお誕生日おめでとう、お誕生日おめでとう、まだだった。重大な時だけ LINE 来ます、高校卒業とか。10円ちょうだい、キングボンビーだって。大丈夫、キングボンビーやでやばいじゃん。でもキングボンビーがついてる時はお金持ってない方がいいかもしれない。そんなことないのかな、
お金全部取られちゃうね、ボンビーに。申し訳ございません、ちょうだい。お兄ちゃんいるんだけどね、めっちゃさお茶が美味しいの、この緑の緑茶。緑茶より麦茶より緑茶派。すっごい喉鳴るね。元気があれば何でもできる。ドゥーン。さあ、あーどうしようかな。最近自分が味覚音痴だって思った話があったんで、なんかさふとさシュークリームが食べたくなって、コンビニのシュークリームがあってさ、なんかめっちゃサイズがあったの、超でかいやつとなんかこんぐらいちっちゃいやつと中くらいのやつがあって、まあ、どれにしようかなと思ったんだけどさ、間を取って中くらいのにしたんですよ。で食べたらさ、なんだろう、なんか普通のシュークリームなんだけど、なんかメロンの味みたいな、なんか季節限定のシュークリームみたいな。ああ、なんか普通の食べようと思ってたけど、まあメロンも美味しいなって思ってさ、食べ終わってさ、あのゴミ捨てる時にふって含むみたいなさ、なんだっけな、なんかプレミアムエッグ生カスタードシュークリームみたいな書いてあってさ、あれメロンじゃなかったって思った。初めてちゃんと味覚音痴だって思った。めっちゃメロンの味したんよ。でもプレミアムエッグのさ生カスタードって書いてあったのに絶対メロン入ってないじゃん。ああもうダメかもしれないって思った。でも絶対メロンの味したんよ。なんだろうね、皮かな、絶対違った。すっごいなんかメロンだけど、いや普通のが食べたいと思ってたからさ、でもメロンも美味しいからいいやって思ってたの。びっくりしちゃったよね、プレミアムエッグだ。でもシュークリーム美味しかった。でシュークリームのカスタードが好きなんですよ。シュークリームのクリームも好きだけどね、カスタードが好き。毒。確かにフルーツはね高いから、ね、知らんけど。シャインマスカット。最近思いました。私はもしかしたら味覚が悪いのかもしれない。そんなこともあるな。ダブルシュー、あれどっちも入ってるやつか、あれも美味しいけどね、どっちかというとカスタードが好き。音楽かーきよ、マラカスー。ドゥン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 っていう初恋のお約束、お約束しちゃうよって。最近さ電車の乗り換えで急ぐことが多くなったの。電車の乗り換えにさ命かけるときってない？電車乗らないとあんま分かんないかもしれないんだけど、なんか寝過ごしちゃった時とか乗り換えでどうにかなるみたいな時があって、すっごい思いすぐね。でさ、あの私よく電車乗る時とかにあのニッキーの曲とか、あとアプガさんの曲めっちゃ聴いてるんですけど、そのね「スタートライン」って曲のサビがもうずっと走って走って走ってってずっと走ってるんですよ。あの曲を脳内で流しながらガチでこうもうそこに命かけて走るんですよ。それ乗り遅れたら遅れちゃうから。
あれおすすめです。なんかめっちゃそのなんかそのそういう時って冷や汗かくじゃないですか。これ遅れたらマジで終わるみたいな。でも脳内でそのスタートライン流しながら走るとすごいエモくなるの急にそこの場面がエモくなるの。もうさこっちはさもうなんだ鬼の形相で走ってるわけじゃん。でもそれ聞きながら走るとめっちゃエモくなるの。急に映画のワンシーンみたいな。もうここでこうやってああ乗り遅れる乗り遅れる。でもこの曲流れてるからマジでエモいの。もう涙とか流れてきちゃいそうになるじゃん。希望の光を歌いしたくない、この足で走るんだ。マジでエモいよ。急になんか頑張れる気がするもん。ただの焦りじゃないの。もうマジでここ涙とかポロって出ながらさ走って嬉しい涙も悔しい涙も全てを受け入れて何度だよ。走って行く先は分からないけど希望の光無駄にしたくないからこの足で走るんだって。マジでもう歌詞が素敵すぎて。遠回りしてもつまずいても、じゃあただの遅刻回避だけどこの曲が加わることによってめっちゃエモくなる。もう演出つくっていう。元気もらってます。ふーちゃん祭りだ、ありがとう。祭りだ。涙流しながら、そうだよ。走るよ、信じて。かっこいい、ありがとうございます。かっこいいドラマティックでしょ。祭りだ、祭り。でも音楽聴きながら黄昏れちゃうことってあるよね。スターリーウィンクとかも、スターリーウィンク流してたらあの東京、夜の東京とかずっと走って走らないずっと歩いてられるもん。でも乗り換えに命をかけるとマジ成功した時すごいね、達成感ある。失敗する時基本ないね。まあでもこれやる時はもう本当に
やらかしたって時だけだから通常はないけど、なんかあの普通に時間間に合う時も一本早く乗れんじゃねえかみたいなところで最近結構乗り換えチャレンジやってるかも。早くあなたに会いたい。アフガニキユニゾンがに、あ、ユニゾンラインってどうなんだろうね。私はいつもユニゾンラインが流れてるときはあの勝手にアニメのオープニングを脳内で作って流してるそう、ユニゾンラインはねアニメのオープニング流れてるよアニメ作る。しかもそのさ、メンバーが歌ってる声があるからさ、ちょっとそのメンバーを勝手にキャラ化して動かす。どんな感じなに、でも戦いたいよねユニゾンライン。なんかアニメの構成的にはやっぱ敵キャラとかいろいろ作りたいけど、ユニゾンラインっていうさ、ユニゾンラインをもうさアニメのタイトルにしたい感があるからさ、もしかしたら敵同士味方同士あるかもしれないけど、最終的にみんなで力を合わせてなんかとんでもないもの倒すみたいなアニメにしたよね。はいはいはい。私何役がいいかな。物による気がするけど、でも戦闘アニメだったら私は多分なんだろうね、戦闘、でも戦闘アニメで想像しやすいのはチーコちゃんがあの王女様、女王様、あのアニメのオープニングとかでもあのオチの部分であの椅子に座ってこうスーって出てくる感じのお嬢様。チーコちゃんはもうお嬢様で切ってるんですよ。マジで似合うと思う。でもチーコちゃんポニーテールしてる時とかあるじゃん、なんかああいう時はさ結構爽やかに戦ってる役も合いそうだなって思いつつ、やっぱ私は女王様にしたい。武器、あでもどうだろう、武器もいいけど超能力系も面白そうじゃない、メンバーによって。超能力だったら私何が欲しいかな、一個しか持てない。バキュンバキュン、超能力の一個ってめっちゃ大事で、やっぱ持ち物によって個体差があるからさ、そういうアニメあるんだよね。アニメじゃ漫画かな。出会って5秒でバトルっていうね漫画を読んでたんだけど、なんか一番最初にね能力が配られるんですよ。これがめっちゃ個体差がすごくて、めっちゃチート級に強いやつもいるし、普通に使えなみたいな人もめっちゃいっぱいいるのよ。わっしょいわっしょい、何が足りない、ワンちゃんワンちゃん、レッツゴーレッツゴー。身体能力を5倍にする、
価値のあるものを爆弾に変える。懐かしい。じゃあよし、何系がいいかな。超能力、でも運動系じゃないと思うんだよね。でも自分がもらえるんだとしたら、あの裏で操る系がいい。なんかあのすごい剣バンバンとかじゃなくて、そのね漫画はね、木の棒を剣に変える人とかいいんだけど、そういう系じゃないのがいいな。自爆やだ、一回しか使えないじゃん。なんだろうね、超能力って考えようと思えば無限に思いつくから難しいよね。あの自爆でもなんかあれじゃない、なんか自分と引き換えにその爆発量を選べるみたいな。指一本だったらこのぐらいの爆発みたいな。架空の話だったね。現実だったら絶対やだ。アニメだったらそっち系がいいかも。なんかその一回爆発するごとに自分の大事なものがあのなくなっていくみたいな。めっちゃこれ切ないと思う。だからその毎回何か分かんないの。そういえばすごく大切にしてた妹に何か被害が加わっちゃう場合もあるけど、最初は分かんないのよ。自分は最初は自分じゃなくて自分の大事なものとか大切にしてた人に被害がいくから、最初はねすごい能力手に入れたぞって言ってバンバン使ってるんだけど、その代償がどんどん現れてって、こう苦悩と戦うっていうキャラ絶対いると思う。どうですか？だからその目の前に助けたい人がいるときに自分の大事なものがなくなることを取るか、目の前の人を助けることを選ぶか、究極じゃない？これめっちゃ面白いと思う。フィクションだったらね、現実だったらもう無理無理無理。現実だったらティッシュがお札になるとかそういうのがいいな。したらみんなで焼肉いけるね。いや面白いと思う。漫画アニメ漫画だったら絶対盛り上がると思うよ。でもそのキャラは結構あの情に薄いキャラなの。だから最初はなんかどうでもよかったんだけど、そのたった一人大切にしてた人とかにこう被害がいっちゃって、ちょっとその情に薄いキャラなんだけど、そこで苦悩が生まれるの。失った途中できる。そう もう苦渋の選択よ。いいね。あとなんだろうね、超能力。記憶を失う、あーあるよね。なかなか中二、私中二っぽいの大好きです。もう超能力とか大好きだもん。お茶を一本飲み切りました。我の
我の手に授かるこのなんたらかんたら聞けない歌。ユニゾンラインはアニメのオープニングを思い浮かべながら聞いてる。負けない、負けないんだ、心から愛を込めて。あと最近聴いてる曲なんだろう。ララ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 ラ。でもやっぱスターリーウィンクは大好きなんだよね。アニメのエンディングにするならどの曲？悩ましい。エンディングでしょ？フィーゴー。でも戦闘系ユニゾンラインがオープニングならエンディングはね、難しいな。エンディングめっちゃおとなしい曲がいいんだよね。テルミー、幸せはちょっと違う。テルミーありそう。教えてよ神様、ガラスの純情とかね、めっちゃ落ち着いてね。そう、エンドロールはめっちゃいい曲なんだけど、ちょっとエモすぎちゃうんだよね。エンドロール大好きなんだよね。でも中華リライライライとかもいいんだよね。エンディングっぽくないけどね。あ、でもどうだろう、エンディングでも合うっちゃうかな。戦闘系だったらね、つよつよ、オープニングもエンディングもつよつよ。中華リライライライは最後のデレデーンで閉まったらめっちゃうわーってなるなと思った。アメーターもね、しっとりだもんね。もうアメーターも絶対みんなめっちゃビショビショに濡れてるから、もうずっと雨降ってるから。あ、でもずっと雨降ってんだけど、エンディングじゃん、あの最後の方でジャンジャジャンジャンジャンって急にパーって晴れ出すので、あのなんかあの会社の名前とかふってふって出てくるの、作者の名前とこう誰かの名前がペッて。そう、多分ワンハーフになると思うから。雨に歌えばでしょ。トン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 。ここで主人公が振り返ってでるって、ここで急な急な晴れどうしたっていうくらい、こうカメラワークグーンって空の方行ってパーって。でも雨に歌えばがちょっと迷ってる理由は、あの戦闘系で最終話とかだとちょっとやっぱ明るいんだよね。最後が、最後絶対晴れるじゃんこれ。ちょっと明るいんだよね。なんかちょっと切なさな感じで終わりたい気もするから、ちょっと悩ましいね。ハッピーエンドだったら雨に歌えばでいいと思う。私ハッピーエンドあんまり、あのフィクションで言うとね、実はハッピーエンドじゃない方が、あのなんだろう、ちょっとモヤモヤする、なんて言うんだろう、あのこれはこの言葉は良くないな、モヤモヤする終わり方ってさ、結構その終わった後にさ、なんかここがモヤモヤするみたいな話題なんだけど、私実はそういうの好きなんだよね。なんかフィクションならではのハッピーエンドもいいんだけど、なんでここハッピーにならなかったんだろうみたいな、ちょっと怪しい、なんか絶対第2部あるだろうなみたいな終わり方。ハイライト、終わりさえ良ければそれでいいぜ、全然終わり良くないみたいな。
行がねなくなっちゃう系はあんまやだ。そういうのも面白いと思うんだけど、私結構主要キャラ好きになりがちなのよちょっと主要キャラは作品としては生存してほしいなって思う。ミーハーだと思う。なんか結構私は主人公を好きになることはどうなんだろう。なんかでも主要キャラ好きになりがち。結構やっぱそのサブキャラとかにもいいやついっぱいいるけど、ジョジョ無理。そうなの、ジョジョめっちゃちょっとしか読んだことないけど、スターティングオーバーでも普通にさ、なんか可愛いアニメでもいいよね。スターティングオーバーとかめっちゃね可愛い。五等分の花嫁は三女、三女っていうの、青い子ミクちゃん。五等分の花嫁っていうなんか5つ子のね、こう女の子がいるんですけど、なんか髪の長さはちょっと長めでヘッドホンつけて、あの子が読んだことないから見た目だけでしか分かんないけど、ミクちゃんっていう子が一番好き。多分ミクちゃん主役じゃないと思うんだよね。多分みんな主役なんだろうけど、だって5つ子なんやろ。そう、でも見た目はね、あのゆう子が好き。ワンピースは主人公と同じ船の仲間は全員生きてるはず。漫画全部読んでたけど誰が誰か分からん。あ、そうなの漫画ね読んだことないんだよね。でもう一人好きな子がいたの、ミクちゃんか、なんちゃんだっけな、なんかアイドルみたいな髪型してる子が好き。でも現実なんか二次元は私めっちゃロングの子好きになりがちなんだけど、現実はショートの子が好き。全然ロングじゃなかった。ミクちゃんとこれなんちゃんっていうんかな、いつきちゃん違うわ。あ、ニノかもしれない。あ、ニノちゃんだ。この子の髪型好き。やっぱミクちゃんだ、かわいい。新井さんとかなんかアイドルさんとかの動画とかをさパッて見た時にさ、ショートの子をに目が引かれがちです。目が行きがち。髪の毛私も切りたいな。自分がショートにしたいわけじゃないんだけど、そろそろね長いんだよね。このくらい。もうこのね髪の毛をね重いんですよ。もう重量級。音楽流そう。
でも2期は意外とショート、いや多くはないけど、今はでも2人か。じゃあ私は髪の毛を染めましょう。何色がいいかな、青青か。青でもなんか色わかんなそう。白、白はな顔なくなりそうだもん。なんか髪の毛なんかしたいなっていつも思うのにさ、白はダメだね。衣装が白だから真っ白になっちゃう。白髪、白髪。ブリーチって何？これ何色？なんかオレンジに見える。これがオレンジ。でもこんな綺麗に色つかなそうだよね。黒は嫌なの。消しって言われんねん。あの日本人形ってあるじゃん、黒髪って言うとめっちゃこけしって言われるからね。黒はねちょっとやめようかなって思う。ダメだ、わからん。白髪私もある。白髪でも生えてるとお金持ちになれるよって言われた。ついた。逆だな。エクステでもエクステって管理が大変みたいなんですよ。私絶対無理だって思ってしまった。ちょっとそこまで頑張れない中に入れるまで頑張れない。ハチマキみたいな。インナーカラーってなったらこう、ここから生えてくってことやもん。みちゃん、ありがとうございます。それか社長に聞いてみる。髪の毛を染めたいんですけど何色がいいと思いますかルーレット。ゆくじさん、ありがとうございます。まやたん、ありがとうございます。聞いてみますか一番何色ってやれるかわかんない。何でもいい。うれしいさん、おばあちゃんありがとうございます。おばあちゃんです。どうした、かっこいい、ありがとうございます。ねえ、なんかやりたくなっちゃうの。もう10年間じゃ足りないな。19年間この髪と共にさ生きてきてさ、なんかそろそろなんかしたいなって。つけまつげでもつける関係ないわいや、メイクポーチの中にさつけまつげが入ってた。つけまつげつけた感じ。なんだよー、たんたんたん。ピュレグミ可愛いでしょ。めっちゃ可愛くない？ガチャガチャ
なんかすっごいオレンジ好きの人みたいでウケる。みんなかわいい、かわいい、ありがとうございます。この中にこうやってね入れとけるからかわいい。ペラグミおいしいよね。グミ好き。ドゥン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 。最近のガチャガチャすごいんすよ。ダン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 。いいね、なんか魚の切り身みたい。さっき久しぶりにさテレビ見たらさ24時間テレビまであと2日って書いててびっくりした。もうそんな季節がやってきたんだ。桜吹雪のダダ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 ダ。他の味もハート、え、わかんない、これしか持ってないんだ。でもピレグミだからハートじゃないかな。サーモンっぽいよね、なんか。アットジャムは2日後なんですよ。一緒だ。アットジャム楽しみ。明日リハ行ってきます。24時間テレビが始まって宿題やら、ああ、夏サマーバケーションが終わるってことね。やばいよ、もう7月が8月が終わっちゃうって。どうしようね。8月終わったら悲しくなっちゃう。8月が終わったらあと待ってるのは大晦日ですよ。急にピョーン飛んじゃうからね。はあ、どうして時が過ぎるのは早いんだろうな。もう天気は今日涼しかったです。涼しかった。涼しんご、楽しんご、フラミンゴ、ハッピーハロウィン、ハッピーハッピーハロウィン。今年は何の仮装しよう。もう仮装するさあれが種類がもうないんよ。毎年なんか着てるからさ、もう仮装するもんないんだけど、なんか今年流行ってるやつとかないんか。今年はスパイファミリーか、スパイファミリーか、あとなんかなんかあったかな。今年なんかあったかな。毎年その年に流行ったアニメのコスプレめっちゃ出るよ。今年流行った。マブヒロ。生ドーナツが流行ったんだってことですよ。みんなドーナツのコスプレあ、でも今年はやっぱスパイファミリーアニメっすね。アニメ化もしてますね。スパイファミリーが流行ってる。あとは生ドーナツ。ワンピース？そうなの？あ、え、新世代だ。新世代で新時代だ。新時代のなんとかかんとか、なんで変えてしまえば。アドさんが歌ってるやつ。
あ、そうなんだ。映画ね。2022年人気の映画大怪獣の後始末。じゃあみんな恐竜になるんか。おもろいな。牛首村あるよみんなみんな牛になる。あとね、なんかな、今年映画人気ワンピース、ちいこちゃんもワンピースかな、なんか見てるって言ってた気がするんですよね。あ、スパイダーマン、あ、スパイダーマンダメだ、今年かな、今年だ。呪術廻戦もやってるよ。うーん、カザ探し映画か。あ、橋本環奈さんのやつだ、見たい、見に行きます。言っちゃった、見に行きたいです。体探しっていうやつがあるんすよ、人の体探すやつ、見たいな。そう、今年は何のコスプレをしようかね。ひよことかはやっちゃったの、ひよこと幼稚園児やった、あとなんだっかな、クマとかもやったの、結構アニマル系が多いんかな。うーん、プリンセスとかになろうか似合わなそうな、ちいこちゃんにプリンセスやってほしい。意外とプリンセスのコスプレやってるところ、まあでも普段がプリンセスみたいだからコスプレわかんないけど、ちいこちゃんにプリンセスやってほしいな。ポリス、あ、ポリスもやったことあるの、ポリスとタクシーガールもやったことある、結構やっちゃってるんでさ、やっちゃってんですね、ネタ切れ。 E.T. 教師いろいろやってる。ジブリはやったことないかも。トトロか、トトロー、坊ちゃん、ソウスケ、好き。確かにジブリはやったことないね。ジブリのコスプレ、魔女の宅急便だ、キキ、ララ、ほうちゃんがやってた気がする、あのほうきに飛ぶ、ほうきに乗る子、宅急便の子。ちひろ、ここで働かせてください、働きたいんです、ここで働かせてください、ここで、ここで、ここで働かせてください、働きたいです、ふわふわふわ。あれ見に行きたかったです、千と千尋の神隠しの舞台、めっちゃ面白そうだった。見て、スーパーハンドスピナー、よし、順位読みます。13位サイドさん、12位タランさん、11位クレイクマセさん、10位ギョメッチさん、9位ジクシさん、8位ガムさん、7位ライさん、6位ナーさん、5位アイさん、4位ブルシルさん、ありがとうございます。そして3位がタラララン、マルタン、ありがとうございます。そして2位がタラララン、ミン
ちゃんありがとうございます。やだね、ステイチーがトロロン、キャちゃんありがとうございます。かぼちゃ、あーこうめっちゃ大きいやつだ、かぼちゃね。あれでしょ、帽子ついてるやつですよ。かぼちゃもありやね、空気入れるやつ。ライブとかはちょっと動くの大変そうだけど、普通のコスプレだったらいいよね。かぼちゃ、かぼちゃの煮物好きなんですよ実は。 50% ぐらい食べます。やだやだね、オレンジだしね、メンバーカラーも入ってるし。だってだんだよなんか知れて、イエーイ。ということで、明日、明後日、しあさって、明後日しあさってでアットジャムエキスポ2022に出演させていただきます。本当にありがたいことにね、ステージ時間本当にすごいいいのっていうぐらい、ちょっといいステージ、どこもいい、すごく素敵なステージなんですけど、挑戦のステージに出演させていただけることになっているので、しっかりと去年コロナでちょっと出れなかったんですけど、みんな悔しい思いはしてるので、その悔しさもともに、今年は7人だけど新体制の7人で挑みたいと思います。行ってくるぜ、パンパーップ楽しみ。でもこれが終わったら本当に夏のイベント終わっちゃうなっていうのは、やっぱ毎年ね、アットジャムってすごい夏の締めくくりだから、ここでねぶちかましていきたい。幸い今はね、みんなメンバーも元気なので、明日何にもなければ明後日元気な状態で、もうね今怖いよね本当に、何があるか分かんないからね、みんなも気をつけてください。うがいと水分をよく取るといいらしいです。なんか喉にとどまってる状態が一番危ないと聞きました。もううがいうがい、もう喉流すのーっていうのがいいらしい。グッドグッドグッグッグナイベイビー。よし、ということで今日も配信ありがとうございました。で最後に私が自分をって言ったら信じてでお願いします。皆さん自分をバイバイ。